それでは計算基礎学1の第6回の授業を始めたいと思います。前回第5回では次のようなことを行いました。ホーナー法による一変数多項式の評価について説明しまして、で、ホーナー法のアルゴリズムとの計算量について説明しました。それから後半ではそのホーナー法の応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから、小数や分数の二進十進変換について説明をしました。で今回は、多項式や多倍調整数の乗算ですとか、それから、多項式の常用付きの乗算について、解説していきたいと思います。テキストではそれぞれセクションの 2.3、2.42 の内容となりますので、必要な方はそのテキストも合わせてご覧ください。では、まずテキストですと21ページ、多項式や多倍調整数の乗算の話から入りたいと思います。で、ここではそのセクションの 2.3.1 で、まず一変数多項式の乗算という話から始まっています。まず、一変数多項式については、その記号ですとか加算については、以前の授業で導入しておりましたので、まあ、いきなりなんですけど、こう例題から入りましょう。今、多項式、一変数多項式ですね、ax と bx が与えられているものとします。各係数は整数でして、で、ax は3次の多項式、それから、bx は、1次の多項式ですね。3次の多項式と1次の多項式の、まあ、積を計算するということなんですけれども、これはご覧いただいて分かるように、その、まあ、係数同士の掛け算を繰り返すわけですね。まず、A の係数を並べて、で、その下の行に B の係数を並べて、で、まず、ここ、次の行ですね、この線の、すぐ下の行、上から3行目では、これは、A の各係数に、B0 ですから、BX の定数項をかけた数を順番に計算していくと。で、その下の行では、AX の各係数に、この、B1 ですね、X の項、X の係数を順にかけたものを計算していくと。で、最後に、それぞれの次数に出てきたその係数を加えることで、この AB の積 CX の係数を求めるという形になります。ですので、まあ、これはについてはですね、これは我々がですね、今まで行ってきた、その一変数多項式の係数を並べた筆算の形をそのままアルゴリズムに直すということになります。で、この筆算をですね、アルゴリズムに直したのは、こちらのスライドにあるようなアルゴリズムとなります。一変数多項式の乗算で AX と BX の積でして、で、出力としては、AX が今、そうですね、K 次の多項式、それから、BX は M 次の多項式としておりますので、出力の CX は K プラス M 次の多項式ですね。で、以前質問がありましたけれども、ここのイコールというのは、CX は AX と BX の積を満たすという条件を課したという意味で書いております。で、アルゴリズムのその各行ですね、次中身を見てみましょう。まず、1行目なんですけれども、これは何をやっているかというと、i が0から k プラス m までの繰り返しで、この ci に0を代入しています。これは何をやるかっていうと、これはそうですね、コンピューターのプログラムでは初期化とも言われる操作ですけれども、この cx の各係数にまず0を代入しておくと。で、まずその cx の計算の前の準備をしておくということです。で、次の2行目ですね。2行目に、やはり、ループがあるんですけれども、このループはですね、i が0から k の間を動くループがあって、で、その中にさらにループが入れ子に入っております。この中側のループはですね、j が0から m まで動くと。で、何をやっているのかなっていうとですね、C の ij、あ、違う、C の i プラス j という係数に、A の i という係数と B の j という係数を加えて、
CNI プラス J という係数に代入するということをやっております。で、これはちょっと一見ですね、なんでこれ二重ループになっているんだっていうのがちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、筆算にまず戻ってみます。筆算に戻ってみましょう。でそうしますと、これ i が0から k ですね。i が0から k ですから、0。ああ、なるほどね。ちょっとそうですね。ちょっとこれは、そうか、順番が逆だった方が良かったかもしれませんけど、i が0ですね。まあ、こんなふうにですね、この筆算の場合には、例えばこの筆算の場合ですと、このかける方の B の係数、BX の係数を1個固定するわけですね。例えば、この行ですと、B の係数を B0 に固定して、で、A0、A1、A2、A3 というふうに、こう、A の係数の方を動かしてかけるということを繰り返したわけですね。で、これが終わったら今度は、この B の係数を今度 B1 に切り替えて、で、またこの B1 と今度は A0、A1、A2、A3 というふうに、A の係数を変えながら積を取ったということになります。とこのように、この筆算の中では暗黙のうちに先ほどのアルゴリズムの二重のループができていまして、でこの場合ですと、この B0、B1 っていうこの B に関するループが外側のループで、で、A0、A1、A2、A3 というのが、まあ、内側のループというふうに思っていただけると結構です。という形で、その筆算に相当する計算を行いますと、その最終的にはこの C0 から C4 としてその求めるこの係数が出てきますので、C0 から C4 にですね、そのこれらの結果が代入されておりますので、最後、3行目では、その C0 から C の K プラス M の係数を並べた多項式に相当するものをですね、係数の組をリターン分で返して計算を終了するという流れになります。ここまでいいでしょうか。さて、今度はですね、このアルゴリズムにおける一変数多項式の乗算の計算量の見積もりを行いたいと思います。で、ここでは、その整数の加減乗乗の回数を単位として行います。以前ですね、計算量の単位として、その1ワードの数の加減乗乗を単位にしますということを言ったんですけれども、問題によってですね、そのいきなりその1ワードの数の加減乗乗を単位にして、その計算量を見積もるというのは難しい場合があります。例えば、今回のようなその一変数多項式の掛け算ですと、まあ、一般にはですね、この AI とか BJ にその多倍調の数が入ってきたりすることもあるわけですね。で、そうすると、じゃあそれらの係数の、そのワード数も考慮して計算量を出さなければならないんですけれども、それをいっぺんにやるにはちょっと難しい場合があるので、そういう時には、とりあえず、数の大きさ、数の長さはどのくらい長くてもいいから、A0 と B0 の掛け算を1回というふうにですね、その各整数同士の加減乗除算を1回という単位で、まずそういう形で計算量の見積もりをしてみます。で、実際にその見積もりに入りますけれども、まず最初、1行目はですね、フォアループで繰り返しが起こっているんですが、そこので行われている計算というのは、この CI に0を代入するという操作ですね。一応、代入は無視します。代入は計算量の見積もりから無視しますというルールを設けてますので、この代入は無視とします。で、次に、2行目なんですけれども、これまず外側のループですね、i に関するループが何回繰り返されるかというと、i が0から k の範囲を動きますから、まあ、0、1、2、3、4、5、6が k ということで、ループ k プラス1回の繰り返しが起こっていることが分かります。で、さらに、その中でですね、i の1回のループの中で、今度は j のループで繰り返しが発生するわけですね。で、その j の繰り返しで何回起きているかっていうと、これも j の変数、
J が動く範囲を見ますと、0から M までの範囲をこう0、1、2、3、4、5、6っていうふうに動きますから、この J に関する繰り返しは M プラス1回、起こっているということになります。で、いよいよその今度はその J のループの中で、その四則演算が何回発生するかっていうことをこう見ますと、まず AI と BJ をかける乗算が1回ですね。それから、C の i プラス J に AIBJ を加えるという加算が1回。合計2回の四則演算が入っています。で、最後、3行目 のリターンっていうのは、これは計算量の見積もりには加えないということを今、前から言ってますので、加えません。ということで、この乗算全体に現れる、まず、四則演算の回数ですね。四則演算の回数が、まあ、2ですね。これはループ、この J のループの中で、四則演算が2回行われていて、でそれが、J のループが M プラス1回、それから、I のループが K プラス1回繰り返されますので、四則演算の回数は2×K プラス 1×M プラス1回ということになります。でこれをラージシータで全近表示しますと、ラージシータの KM ということになりまして、KM ということになりまして、でこの意味するところはですね、まあ、一変数多項式の乗算の計算量というのは、与えられた2つの多項式 AX と BX の、まあ、次数の積に比例すると、まあ、係数の演算回数ですね。だから係数を加減乗除1回として見た場合の計算演算回数は、各多項式の次数の積に比例するということが分かります。で、まあ、その上でですね、例えば、AX とか BX の係数に、実は、めちゃめちゃ計算数の長い数が入ってきましたよとかっていう場合には、今度はその、各係数のワード数単位でですね、計算量の見積もりが必要になってくる場合があります。で、そのような場合にはですね、まず次、これから述べます、その多倍長の整数の乗算の計算量を見積もるということが必要になってきますので、次はですね、その多倍長整数と、まず単精度の整数の乗算の計算、乗算のですね、アルゴリズムと、それから計算量の見積もりを説明していきたいと思います。